とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略ですね。やっていきましょう。1階が難しいです。1階が難しい。まず傭兵アーマーにポーションバリア入れてください。で最初にクリーパーが3体から出てきます。こっから弓を撃って戦ってあげると、安全だと思います。であとエンチャンターいるからね。エンチャンターも弓で片付けてあげるといいと思います。もうとにかく、あ、いたたたた、最初のあいつよ、クリーパー、あれがものすごい問題なので、あそこさえ倒してしまえばまあまあいけると思います。あ、あとはね、この先にジオマンサーとマグマキューブがいるので、こいつらはちょっと注意ですね。まずはジオマンサーを倒してあげるといいと思います。ああ、落ちちゃった落ちちゃってる。まあいざとなったらポーションバリアがあるので、まあ何とでもなるんではないかな。はい、一回おしまいです。矢が出なかったな。でここでカトラスですね。カトラス取ってください。で火属性を入れましょう。このカトラスプラス火属性で、まあ、ある程度楽に倒せるようになりますね。うん、これがあれば7回かそこら辺ぐらいまでは余裕です。次の武器を取るまではね、余裕で進んでいけると思います。しゃあ、で1回は難しかったんですけども、まあ、そこからは少し簡単になります。でどこだっけ、7回 ?8 回そこら辺が若干難しいんだよね。でも装備選びを間違えなければ大丈夫だと思います。2回クリア。2回は何もいりません。で3回、ここは敵がぼちぼち出てくるので、それをある程度倒して、でそれから先へ進むといいですね。はい、もうこうかな。あーっと来る。はい、では先に行きましょう。こっちにね3体ぐらいいるんだよね。やった、おお、ラッキー。いいんじゃないですか、2つ出ればだいぶいいもんね。よし、でこっちをまた3体ぐらい倒しておしまい。いない。あー、なんかこんなとこに来てる、変なとこ来てたな。3回クリアでーす。ここでパワーシェイカー取りましょう。でちょっと待って、さっきは入れるの忘れた。毒の雲とポーションバリア2ですね、入れてください。でここクリーパー出ますけども、まあ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 、あのこのカトラス強いですし、あとパワーシェイカーもある。でいざとなったら、よし、ポーションバリアもあるのでいけると思います。じゃあでもう一回出るかな。もう一回出るよね。よし、おお、いいね。危ない危ない。はい、4回クリアでーす。次に行きましょう。でここで、ハープーン取ってください。エンチャントは特に入れなくて大丈夫だと思います。普通の弓を使うよりもまあまあ戦いやすいとは思いますけどね。でここ遠距離のやつがとにかくうざくって、でさらに近距離のね超強力なやつ、こいつらがいるんで、ちょっと戦いにくいんですよ。うん、なんで、まあまあ、パワーシェイカーとか、あと弓とかをね、
うまく使って戦ってください。まあいざとなったらポーションバリアもあるんでね、大丈夫だとは思います。ここ何もいりません。進みましょう。でここはある程度雑魚を倒して先へ進んでいきます。よし。でパワーシェイカーね、温存しておいてください。この先でパワーシェイカーを使っていきたいところ。よし、 OK。 おお、いいねいいねいいね。ここでねパワーシェイカー使います。よし、じゃないとちょっと進みにくいんですよね。よし。で、この召喚してくる、なんだっけ、ウィスパーラーだっけ、これを早めにですね、倒しましょう。もう、防具のね、耐久力がもう全然ないので、ダメージは極力避けたいところ。まあ、ポーションバリアあるんで、なんとかやっていけるっていう感じですけどね。で、6回クリア。6回クリアで、6回は確か何もいらなかったよね。うん、6回何もいりません。お、危ない。いきましょう。でエンチャント入れましょう。エンチャントポーションバリアは3、これで完成ですね。で火属性2です。でここもダメージ痛いので、まあ、注意して戦いましょう。まあハープーンがねあるんで結構やっていけるとは思いますけどね。うん、やっぱこの海の中でのハープーンは最強です。よし。で今回は矢も結構出てきてくれてるので大丈夫ですね。はい、7回クリアでドラを取っていきましょう。いきまーす。でここがちょっと難しいですね。ここ難しい。クリーパーも、結構出るので、ダメージには注意してください。危ね。よし、オッケー。特にこのね、こいつ、遠距離からチク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 やってくる、こいつがね、痛いのよ。うん、あいつは早めに倒してあげるといいです。オッケー。確か2体かな、いるのは。2体ですね。うん。あの2体を先に倒せば大丈夫です。まあ、ポーションバリア使って、一気に特攻していくと大丈夫だと思います。よし。あ、もう1体いた。まあ、問題ないですね。OK。はい。ということで、8回クリアです。ここもちょっとね、難しいので注意です。で、ボーンクラブ変えていきましょう。ボーンクラブ。で、防具がこれ完成してるので、ボーンクラブに、エンチャントを入れます。働き鉢と、雷ですね。働き鉢は1で十分です。で、まあ普通に倒していきましょう。OK。で蜂がね出てくれれば結構楽なんだけども、そんな出てくれないな。まあこれも運なんでね、仕方ない。よし、 OK、 終わり。で9回クリア。ここで愛のメダルを取っていってください。でようやくここで防具がねパワーアップされます。だいぶ楽になりますね。傭兵が反逆者です。いきまーす。で武器エンチャント入れてくださいね。雷は3です。でプレステ版はここは左からですけども、スイッチは右からかもしれません。まあ、パワーシェイカーとドラを使って、一気に攻めてあげましょう。 OK、 終わり。いけ、いいね。痛い痛い痛い、思いっきり食らってる。
危ない危ない。一気にってわけにはいかないけどね。はい、11回クリアです。何もいりません。次に行きましょう。 OK、 特にここも問題はないと思います。そろそろね、ハープーンの火力が低くなるんですけども大丈夫です。もう次の装備が出ますんで、この次の次かな、弓が出るのは確か。OK、 でもハープーンもね、普通にダメージもありますし、あれノックバックがいいんですよね。ノックバックで敵を落とせたりするのであれが強いんで、ここ何もいりません。はい、ここめちゃくちゃ出ますんで、ちょっと離れたこの辺で戦ってあげると、いいと思います。はい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 、あ、食らってる思いっきり食らってるわ。いけ、 OK で、これであとは楽勝ですね。先に行きましょう。終わりで13回クリアです。次ですね。で13回の報酬で、コグクロスボウを取っていきます。でコグクロスボウにエンチャントを入れていきましょう。ボーナスショット1でいいです。で毒の雲ですね。あとあとあれを3にしたいところで、すぐにここを開けるんではなくて、ある程度敵を殲滅してから開けましょう。でここにね、敵が溜まった時に倒してあげると向こう側にね蜂が出るんですよ。あー今回出ないな。向こう側に蜂が出ると結構うまいこと殲滅してくれるんですけどね、今回ちょっと出ませんでした。いっけい。じゃあと上でおしまいかな。はい、14回クリアです。何もいりません。でエンチャントで毒の雲を3です。で商人来ました。ここは反逆者で OK ですね。パワーシェイカーをね初見ではあげたんですけども、パワーシェイカー後々どうせ出るのでもうそれで十分です。はい、16回もね結構敵多いんですよ。なので注意してください。まあ、愛のメダルとかをうまいこと活用してね、自分が思いっきりターゲットにならないように戦ってください。終わりかな。はい、16回クーリア。次ですね。でここでサイスを取ってください。サイス火力がこっちの方が上がります。でエンチャントはとりあえず衝撃波と毒の雲、これで OK です。ここはめんどいんだよな。まあ倒しながらちょっと様子見ていきますね。よし、違うな。あ、ここか。ちょっとここを OK。 違う、こうしてこっちか。違う、正解がなんか分かるようにしてほしいな。はい、終わりで、上に3、4体いておしまいね。ナイス。
矢があった。はい。でここは何もいりません。まあ連射コントローラーがあれば釣り竿もいいですね。はい、では行きましょう。ドラ、もうちょっと与えたかったな。やばい、なんか変な動きしてる。いや大丈夫か。結構ねこう変な動きすること多いんですよねこいつ。けどもまあまあ大丈夫そうですね。ドラパワーシェイカーから、弓を撃っていきます。いけ。まあまあまあそれなりにダメージはいけた。次のターンで倒せるか、ちょっと怪しいところかな。ちょっと怪しいかも。 OK。 ちょっと減らしきれないな。まあまあいけるところまで行きましょう。いけ、いける。おっしゃ、いけた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 、ギリいけたわ。はい、クリアです。何もいりません。いきましょう。で、エンチャント入れていきます。リフレッシュですね。リフレッシュ入れてください。リフレッシュが意外といい時があるので、でここもねエンチャンター疎いのよ。うん、早めに倒した方がいい。あーで固まってるし、もう OK、 いいっすね。で、あと愛のメダルもあるので結構安心だとは思います。であそこにもいるもんね。よっしゃ OK。 で終わりかな。はい、19回も若干難しいので注意ですね。でパワーシェイカーをパワーシェイカーとチェンジしていきましょう。でここ、最初に向こうのスイッチを押したいところですけども、まずは、殲滅して押しに行った方が安全です。こう敵がね結構多いんですよ。なのでまずはここね倒してからがいい。ああめちゃくちゃ出るんですよ、ここ。びっくりするぐらい出るんで。OK。よし。終わりかな。はい。で、倒し終わってからスイッチですね。が間違いないと思います。で、20回。何もいりません。まあドラをドラで変えてもいいけども、そこまで意味はないね。うん、そこまで意味ないんでしなくていいと思います。 OK。 ここもなんかねちょっとね嫌なステージなのよ。注意してください。あ、こいつ危ねえ。こっち狙いやがった。よし、でもまあまあまあ大丈夫ですね。火だめが多いんだよなここで。若干待ってから、あの愛のメダルを向こうに打って、橋を架けてあげると結構敵が減るんでいいです。こんな感じで。よし、でいきましょう。Okay、でここでおしまいですね。おお、なんかあれか、花がいたのか。で21回終了。次もう少しで、ここでツルハシです。ツルハシを装備していきます。エンチャントですけども、虚無、そして、リフレッシュ。これでいいです。虚無リフレッシュの
ツルハシでガシガシ叩きましょう。ツルハシも攻撃速度がちょっと微妙なんですけども、反逆者だったらば意外と使えます。ビシビシいってください。おお、当たらんかったんかい。 OK、 この辺をね軽く倒せるっていうのがすごくいいですよね。じゃあはい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 、叩け。はい、22回クリア。まあ、攻撃範囲はね狭いけど意外とねやってて面白いですよ。でここデュアル クロスボウに変えていきます。よし。んでもってエンチャントですね。ボーナスショット1に長弾を入れてください。長弾がね、結構ね決まります。でここは極力ダメージをもらわずに先まで行きたいところ。よし、 OK。 あー、もう虚無をね発動させていくと意外といいです。で最後はねもうどうしようもないのよ。ここはもうパワーシェイカーで一掃したらいいです。でここもね敵が多いのよ。うん、弓をうまく使っていってください。長弾が入ってるんで結構倒せますもんね。はいはい、もうちょいいるっしょ。ほんと多いのよここ。よし、そろそろいいかな。うん、そろそろよかったね。もうお前が結構めんどくさいんだ。よし、であと下、危ない。あー、もう下った。残ってたクリーパーが、クリーパーに愛のメダルは絶対使わないようにしましょう。もう倒せなくなってダメなのよねあれ。で最後こっちにこいつがいておしまいです。23回クリアです。でここでねアップドラフトを取ります。アップドラフトと愛のメダルを交換しましょう。もう敵が結構出てくるので愛のメダルよりもアップドラフトの方がいいような気がします。うん、でここで反逆者上げちゃいましょう。耐久力重要ですね。何がついた？お、クールダウン1。まあ1だけど。いいよ。クールダウン1だけども。いいじゃないか。はい。で、ここはまあ、先に倒しても、後で倒しても、どっちでもいいと思います。これは、後で倒す派ですね。アップドラフトがあると結構楽にいけます。このためのアップドラフトなんですよね。いけ、ナイス。あーあーあーあああ、もう、はい、アップドラフト、もうアップドラフトがこう決まる決まる。敵が多いからですね。あー、ダメだこいつまでは入らんかったか。はい、 OK。 よし、アップドラフト、ナイス。では25回クリア。次に行きましょう。ここ何もいりません。で26回、通常ステージここでおしまいですね。張り切っていっちゃいましょう。はい、よしよしよし。あアップドラフト、今回クールダウンついたから
結構使いやすくなったな。よし、終わりで、矢も451本とかなり余りがありますね。いいんじゃないので、ここダガーを取ります。ダガーでボスと戦いましょう。重力と、虚無、そしてクリティカルでいいと思います。まあ、残り余ったやつは、まあ、ボーナスショットにでも入れときゃいいんじゃないでしょうか。プレステ版は左からです。スイッチは右かな。いきます。 OK、 まずあいつさえ倒せればあとは大丈夫ですね。 OK、 行くぞ。はい、終わり。まあ、そんなにこの装備があれば難しくはないと思います。装備次第ではきついかもね。なんだ、いまいちだな。ほんと最近出ない。テンポ2。あー、いや珍しいよ、珍しいよ。炎の道珍しいけどいらない。ブロードソード10、まあ使えるよ、使えるけど、心を奪うものの方がいいかな。まあこれ取っときましょう。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。